国分グループ本社、2023年首都圏関信越エリア展示会低温フレッシュデリカ事業展示会が東京池袋サンシャインシティ文化会館で開催されました。この展示会は食品小売業を対象に新商品や売れ筋商品を紹介する食品業界向けの展示会で、2日間で首都圏のバイヤーなど2500人が訪れました。新たな価値創造国分とということで、スーパーマーケットトレードショーでは国分グループ全体の機能についてご紹介させていただきましたけれども、こちらの展示会の方ではより生活者に密着をした、売りにつながるような、提案をさせていただいて中心となっております。ずっと国分グループでは常温と低温の融合ということをテーマにしておりますので、常温の商品と低温の商品を同じような切り口の中で提案させていただいて、角度を変えてご覧いただけるような仕掛けを作っております。国分では商品提供だけではなく、販売戦略などマーケティング情報も提供しています。当社3月にですね、トラストリーチ社と業務提携をいたしまして、情報発信の新たな武器という形で小売業様の方にお届けすることができるようになりましたので、こちらはですね、子育て支援情報発信のコーナーとなっております。今年の4月に子ども家庭庁が発足しました。あとは昨年度ですね、通称パパ育休というものが新設されたと、ますます小売業の方では子育てのですね、支援という売り場が求められてくるんじゃないかなと。日本相撲協会監修のちゃんこおでんや米どころ自慢魚沼豆大福など新商品が続々と誕生しています。こちらはちゃんこおでんというように鶏だしのおでんになってます。親方たちといろいろと打ち合わせして作ったおでんですので、お墨付きの魚沼豆大福になります。この秋の一番のおすすめの商品になります。普通豆大福っていうと赤えんどう豆を使ったものが多いんですけど、こちらは黒豆を使ってますので、豆がほっくりと美味しく炊き上げてます。今和の国分ということで、和にこだわった開発の商品を今増やしています。韓国食品ブームに合わせて韓国食材コーナーも紹介されています。韓国麺っていうのはこんにゃくと韓国という部分を掛け合わせたキャッチなネーミングが韓国麺という商品になっています。モランボンさんにビビン冷麺のタレというこちらを作ってもらっていて、こんにゃくっていう中にグルコシルセラミドという肌の保湿にいい成分が入ってるんですね。まだまだその韓国リバがある店舗さんっていうのは大きな店舗さんとか一部店舗さんでしかないので、これからこういったリバを増やしていければなっていうところはあります。低温フレッシュデリカのエリアでは、ジャパンデリカ、もったいないデリカ、Z 世代デリカの3ブースが紹介されています。もったいないデリカっていうのはですね、本来であれば捨ててしまう原料であったり、規格外の原料、そういったものをうまく活用して廃棄する食材がないようにまるっと使ったお惣菜を作っています。ジャパンデリカはですね、特産原料、国内加工にこだわった食材を今回使用してご紹介しています。最近市場のトレンドは Z 世代から発信されるっていうのが言われてまして、 Z 世代の社員が商品開発をした商品を今回ご紹介してます。こちらはメーカーエリア、全国の有力加工メーカーさんが出展しています。お酒、お菓子、調味料と全てが揃っています。はい、長期熟成の生ハムになります。12ヶ月熟成した国産の原料を使った生ハムですね。群馬県の谷川岳から吹き下ろす空風を利用して水上町の水を使用して仕上げた生ハムになります、ね、20年弱ぐらいやってます。基本的に日本人がの口に合わせるように塩を薄く癖を弱く製造しております。秋冬の新商品またはリニューアル商品のご説明をさせていただいているブースになります。丸ごとソイカスピヨーグルトという商品なんですけども、既存の商品であるカスピ海ヨーグルトの同じ菌を使ったものになります。豆乳ではなくて大豆を丸ごと使った商品になります。こちら韓国食品ブームに乗って韓国食品メーカーの出展が目立っています。弊社メインが雑貨ですとか日用品だったんですけれども、最近は食品も取り入れておりまして、弊社の自社ブランドとして初めて立ち上げた商品なんですけれども、韓国から日本初上陸のお菓子珍味ですね。
小麦粉でできてまして、でそこにイカのパウダーですとか、3種類あるのでそのフレーバー、シズニングをかけてます。お酒との相性もいいねと呼ばれる商品です。